平成29年12月17日、阿蘇市の阿蘇体育館で、陸上競技のオリンピックメダリストを講師に招いての走り方教室が行われました。阿蘇市内の小学生を対象に走り方教室を行ったのは、日本スポーツ振興センタースポーツジャパンアンバサダーで、北京オリンピックに陸上男子 4×100m リレーに出場して銅メダルを獲得した朝原信治さんです。走り方教室では、まず体育館の中を軽く走り体を温めた後、朝原さんが地面を這うような動きや足を高く上げてのスキップ、正しい姿勢で走ることなどをアドバイスして速く走るコツを指導しました。この走り方教室は、地元住民で組織する NPO 法人日の山スポーツクラブの創立10周年記念事業として行われたもので、阿蘇市内の小学生100人が参加しました。参加した子どもたちは元気いっぱい楽しそうに朝原さんの話を聞きながら体を動かしていました。その後、朝原さんへの質問コーナーもあり、子どもたちに向けてスポーツに限らず今やっていること、自分の好きなことを一生懸命頑張ってくださいとメッセージが送られ、最後に全員で記念写真を撮り、笑顔あふれる走り方教室となりました。